情報セキュリティマネジメント試験令和元年秋午前問17について説明していきます。 PC とサーバーとの間で IPSec による暗号化通信を行う。通信データの暗号化アルゴリズムとして AES を使うとき用いる鍵はどれかというところで、ここで重要なキーワードは2つあります。まずは IPSec ですね。暗号技術を使って IP パケットの完全性や機密性を実現する仕組みというところなんですけど、こちらはかなり複雑な仕組みになるので、詳しい説明というところはこちらの IT 用語動画辞典で IPSec で検索していただければ、いろんな動画が出てきますので、そちらの方をご参照ください。そして AES も IT 用語動画辞典で詳しく説明してるんですけど、このAES の概略ですね。それを知っていればこの問題は解けます。AES は暗号化と複合に同じ鍵を使う共通鍵暗号方式を用います。特定の長さのデータを単位として暗号化を行うブロック暗号の一種になります。このブロックというところは今話した特定の長さのデータのことをブロックと言います。具体的にどのように暗号化するかというところも以前の動画で説明していますので、詳しく知りたい方はこちらの方をご参照ください。この正解としては AES の特徴である共通鍵暗号方式を用いるとありますので、こちらの E の PC とサーバーで共有された共通鍵というところが正解になります。以上になります。このチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説しています。これからも解説動画を増やしていきますので、高評価チャンネル登録いただけたら嬉しいです。過去動画検索にはマサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください。概要欄にリンクを貼っています。ご視聴ありがとうございました。